明治国際医療大学4年又野玲奈です。今日の試合は得点チャンスが多かったものの決めきれるところを決めきれなかったので、次節決めきるところは決めきって必ず勝ちたいと思います。応援よろしくお願いします。
ーズみたい。